ワンハム家族。これぐらい？うん、ピペこれもやって。あ、なるほどね。よし、OK か。待って、じゃあ。あと周りに炭並べの炭、はい、え、俺もマッチやりたいね。いいよ、ここ全部入れてじゃん。全部入れよう。この辺とかね。え、俺はマッチやりたい。この辺の中に置かない、周りにちっちゃいの、こう空洞作りながら。え、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつの、ね、ちょっと高いやつ。じゃあ、マッチ係ポトって入れればいいの。いいよ、ことって入れてみ、うん、キペもやりゃ。簡単だったよ、キペが。うおい、大きいもう一本入れていい。いいよいいよ、外やめよう。ナイス感じ、いい感じ。バッグいいよ。いいや、います今回は順調に。炎まだファイヤーや。そう、ファイヤーで、これが落ち着いたら。ワンハム家族ナイス。食べます。美味しい。うまい。エビがプリプリ。うん、食レポちゃんとするようになったんだ。うまい。OK、任せろ。魚やってくれる？ね、じゃあやってきて、そこに包丁あるで。何を？魚さぶくの。あ、さぶった。あの包丁持っとで気をつけてね。一匹ずつ。俺が釣ったの一番でかい。一番でかいやつ？10秒。10秒で釣った、早。プロやな。プロやな、ね。重いな。さあ、1年経ってみんなの成長ぶりを見ましょうかね。あ、逃げんなよ。一回マナーが動きやん。で、魚置きますやん。気をつけてよ。やばいやばい。これまず、横無人が無人無人。どうすんのよ。で、ここからこうやって入れまして。え、これ3枚おるし。あの、お腹出すだけでいい。キペ、指気をつけてな。で、次はお腹で、お腹をグロテス切れへんでね、切れにくいでね、この包丁ガチで切りにくい。あ、こんにちは。これはもうないです。親戚のお兄さんです。でうちの包丁切れへんもんで。え、マジ切りにくい。マスはね、持ってあさばさばく。え、持ってさばくの？持ってさばくの。へえー。でも全然切れんよ。ここでしょ。あ、これ、あ、見本見せてもらおう。ここに真ん中がここでしょ。本当切れんでね。切れるかな。あ、本当だ。え、すごい。めっちゃ切れよ。あらあらあら、綺麗、ありがとうございます。キッペ後で釣った時にやってみよう。なんか出しとる、こいつ。え、あ、違った、うんこやった。うんこ触った。内臓な。え、そうだ、今の感じで頑張って。うん、一回まずこいつを窒息させな。ギュッて握ったら大丈夫なんじゃない？お兄さんみたいに。一回握ってみ。頭ギザッと握りたい。こっちまで行ってるからさ、暴れちゃうもん。さっきの子も行っとったやろ。そうだ、それも片手で持ってひっくり返してみ。左手で持って。うん、ゆっくりね。お兄さん、さーさーさーって入れとったよ。むずいか。頑張って。
さ、この状態やと、この状態ね、まだ綺麗やんか、でもこれ、あら綺麗やね。でも、あのさ、黒いやつがあるやんか。 あるね、骨のとこにな。あれを取らんと苦いの、ね、試合っていうので、そこは、はい、消えた。オッケー。一回貸してくれる？ちょっと洗うや。シーンの姿だった。さっきのやつがあれになります。これになります。じゃあ二人さん、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。そうた、頑張ってね。お願いします。ワンハム家族さばきました。どうですか。おお、これ焼く？塩コショウでいい？さばいたやつは、これ納豆だ。早い。塩でもんで焼くか。ソータこれか。綺麗やん、ソータも。ソータ、味付けのためやった。味付け？このもん？そこの知識はなかった、キッペ。YouTube で勉強してない。ちょっと多すぎたかな。大丈夫、大丈夫。これちょっと動かしてソータがアシスト。ちょっと待って。いいよ。いくらやね。はい、何個ストーリック食べて。ワンハム家族。何個ストーリック食べて。ソータ疲れてない？大丈夫？疲れてる。何？ソータ美味しい？うん。オッケー。もう食い倒れじゃなくて遊び倒れしててくれな、岐阜で。みんながさばいてくれた魚がこちらでございます。はい、みんながさばいてくれました。いただきます。あ、おいしい。おいしい。おいしい。今100点満点中200点です。200点もらいました。パフパフ、イエーイ。まだ釣りダメなの？まだ釣りダメなの。ゆっくりしよう。あ、ゴリラになっちゃう。ちょっと笑って上手にしてません。ソーセージ、そこんなでかいやつ入れとるの？何か入れますか？そして。優勝。なんでそんなに似合うの？で、猿が、で、チンパンジーが。